株式会社北欧 ST プランは札幌市中央区に本社を置く日本の製パン企業。バブル崩壊で経営破綻した株式会社北欧のパン事業を継承し北欧の店舗ブランドでパン店を運営する。スカンジナビア諸国の国旗が風にたなびくマークと北欧のロゴで知られる。北欧館に併設された北欧館パン博物館株式会社北欧は 1979年に札幌市北区で設立。翌1980年には1号店として北34条店を開業。道内の製パン業者ではいち早くチェーン展開を行った。1982年には札幌市西区八県に本社、工場を移転し、総本店を開業。北海道新聞でパン専門店では道内一の規模と報じられた。 1980年代には全国各地に関連会社や合弁会社を設立する形で北海道外へ進出。小田急電鉄との合弁会社、北欧東京、南海電気鉄道との合弁会社、北欧フードサービスを設立した。株式会社北欧の経営が軌道に乗り始めた頃、経営方針の対立から北欧の設立者の一人である。 津田明彦が田元を分かち、1985年にボストンベイクを創業した。バブル景気の波に乗り、1989年には札幌市西区山の手に本社、工場を移転。翌1990年には札幌市西区の北五条、手稲通沿いに、全国的にも珍しいパンの博物館、北欧館、パン博物館を併設した北欧館をオープンした。 しかし、北欧間などバブル時代の課題投資が、たたり、バブル崩壊と金融機関の破綻により、株式会社北欧は経営破綻。実質的に整理回収機構の管理下に置かれるようになった。その後も、北欧ブランドは細々と続いていたが、創業者と長男の経営をめぐる確執が続いて、経営は混乱した。株式会社北欧の経営破綻により、 各合弁会社は合弁を解消し、各社独自に北欧ブランドを維持していたが、北欧フードサービスは2016年にアルヘイムへ称号変更、ブランドも北欧からアルフハイムへ変更した。株式会社北欧 ST プランはバブル崩壊で経営破綻した株式会社北欧の一部事業を承継した企業である。2015年3月には、 株式会社北欧のパン工場移転新設のため、北欧館、パン博物館が閉鎖された。さらに、株式会社北欧の本社工場、北欧館は、2015年に整理改修機構により、競売にかけられた。その時点で創業者の長男が別会社を設立し、北欧ブランドを継承した。北欧館の建物は株式会社北欧が所有していたが、 土地は根室市の会社が所有していた。競売で建物だけ入手しても土地所有者の許可がなければ新しい建物を建設することもできないため競売は成立しなかった。土地所有者は株式会社北欧に対し建物取り壊しの裁判を提出して判決を得たが経営破綻した北欧は建物解体の資金すらなく土地所有者が北欧館の施設を解体した。 北欧館の跡地には2017年にスシロー札幌山の手店が開店した。北欧 ST プランは一時は札幌市内のみに縮小し店舗内製造のみを行っていたものの札幌市東区にパン専用工場を建設することで製造量を増やし札幌市外への再出店も行い札幌市外再出店となった。 メガドンキホーテ苫小牧店の開業を行った2019年11月時点では、既存4店舗に加えて、さらに2店舗の開店が計画されていた。しかしその後、2019年に開店した、苫小牧、北36条店が、いずれも閉店し、2020年時点では再度、札幌市内のみの展開となった。さらに新型コロナウイルス感染症の流行による、減収のため、 2020年5月30日をもって JR テイネ店を閉店。店舗はアピア店一店舗のみとなった。いずれも株式会社北欧時代に設立された関連会社。2020年5月末で閉店した JR テイネ店。ありがとうございます。